それではですね行列の積の例をいくつか見ていきましょうまずこういう行列の積ですね1230-14とありますけれどもこれに st3×23 行2列の行列と二次の数ベクトルをかけるという計算ですねこれかけてみますとこのようになりますねで s プラス 2t3s プラス 0t マイナス s プラス 4t と書いて で s と t の係数として取り出しますベクトルを取り出します。そうすると、この三次の数ベクトルはですね、s 倍の一三マイナス一と t 倍の二ゼロ四という形で書くことができます。つまり行列と s t という二次のベクトルの積が s t を係数とする一次結合ということに。 なったわけですねそしてその一次結合のベクトルは元の左側のかけている行列の各列ベクトルであるというふうになっているわけですこのようにですね行列とベクトルの積によってそのかけたベクトルのを係数とする一次結合が得られるというふうに解釈することができますまた基本ベクトルをかけると例えばこのような場合は abc, pqr, xyz が1列目、2列目、3列目の行列ですが、1,0,0をかけると、1列目が出てくるわけですね。1列目の列ベクトルが取り出される。つまり、この 3×3 行列、まあ、このような行列を正方行列と言いますが、これに単位行列、単位ベクトルですね、基本ベクトルですね、をかけると、大 i 基本ベクトルをかけると、i 列番目が取り出されて、えー 元のの正方行列の I 列目が出ててくるととここういういいになっていますまた ABCPQR ですねこれは行列の積の基本のところでやったのは行と列ですがこれは列と行ですね逆にするとどうなるかというとこれはこのようになります行と列の場合はスカラーなわけですけど今度は列と行の積ですけどこれは 3×3 の行列こういう,うになっていますが これはつまり列列と行はもう行はになるわけですね。つまりこれだけでもまあ型はもちろん違いますし従ってまあ当然違うものになるわけですでは行列の積の性質をいくつか見ていくことにしましょうまずですね結合法則が成り立ちます行列の積をあのように行と列の積であのように定義したことによって 結合法則が成り立つわけですね。でさらに分配法則なども成り立ちスカラバに関してはどこででも入れられらるとというここすね。でこの結合法則があるおかげで例えば A が正方行列の時は A の N 乗というようなものが計算できる定義できるわけですねあるいは B をかけて A をかけるという行列の計算をする時に先に AB をかけておくということをすればよいとかそういうことは言えるわけです。 結合法則を具体的にちょっと簡単なあ全部に書けるんですけどもで見てみましょう、えーまあ、このように行列を、まあ、添え字をつけると、えー、ややこしいので簡単にまあ文字でやっておきますがそうすると AB っていうのは、まあ、こういうふうになりますねそして、えー、AB×C っていうのはあ、まあ、このようになるわけですで一方 BC の方はあ 先に BC を計算するとこうなりますがこれに A を左からかけるとこのようになります。で11成分を例えば比べてみるとどちらも APX プラス BRX プラス AQZ プラス BSZ っていうような形になっています。もちろんこれでは証明になっていないので、えーまあ、もしどうしても証明 を知りたいといととうここであれば、ここから先は一応証明,をやります証明を知りたくない方はもうここで動画を見るのをやめてもらって結構です。で結合法則の証明ですがこのように一般の形で置いとくことにします。そうすると AB をかけてから C をかけたものの IJ 成分っていうのはどうかけるかというと。 まず AB というのは一つの行列と思っといて P×R 行列ですがというふうに思っといてそれの IL 成分と C の LJ 成分をかけて足したものが AB×C AB の IJ 成分となります。でここで次に a b の IL 成分というのを考えるわけですがこれは A の IK 成分と B の KL 成分を。 かけて足すということですねで。これは A の列数個だけ和があってでそういうのを CLJ とかけることによって B および R の B の列数 C の行数だけかけると。でこれはまあ結局 q かける r 個のまあ3つの項の和ですね AIKBKLCLJ という形の項が まあ、QR コ、K と L を全部動かすと QR コあるわけですが、要するにそれを全部足し合わせているわけですね。で、えー、ですから、まあ、これは、まあ、あの、A 括弧 BC にしても同じだなというのい大体ここで分かるわけですけども、一応まあ見とくと、おえー、ちょっとここにミスプリがあって、AB 括弧 ABKJ と書いてありますが、a かける b c の KJ 成分を1から9まで足して、そして AB の KJ 成分を式で書くとこのようになる。 ということで全部展開するとやっぱり QR コの項の和になって出てくる項はこの AIKBKLCLJ ってやつですからまあ一緒ですよねということですね。はいまあ、先ほどの 2×2 の列の11成分はいずれも項だったわけですがこれちょうどそうなってますね。要するに全てのこのパターン APXBRXAQZBSZ というこの4つのパターンが全部出てきてますと。 ねまあ、ABXZ を結ぶ、まあ、その間に PRQS というのがこう、えー、つないでつなぎで入ってきて、えー、全部足してるみたいな感じですね。以上でお、えー、この動画は終わります。